ってるバイクは川崎の Z1 で、 Z1B ですね。でエンジンが Z1 でフレームがちょっとよく分かんなくて KZ900 だと思うんですけど、一応メーカー問い合わせて川崎からの書類ではどっちも Z1 で、でフレーム Z1B っていう話になってて、でも自分が見た感じだと KZ900 っぽいなって思って、ちょっと知り合いの人とか先輩とか仲間らと一緒に考えて話して、そうっすね、やってますね。納車したのは去年の10月頃で、まだ免許その時中型しか持ってなかったんで、で大型買ってから取りに行って、でそうですね、1ヶ月ないぐらいでもう取れちゃって、で整備出して、やっぱ整備が3ヶ月間ぐらいかかったかなですね。そんな感じでやってます。今年で21、みんな同い年、地元が一緒のやつとかですね、あとは高校とか中学から仲良くなったり、バイク乗ってて知り合ったり、自然にみんな国産の旧車が好きでああやって乗ってるって、だからみんなで合わせて話して旧車乗ろうって乗ってるんじゃなくて、結構みんな好きで古いのが、だからああいう感じでみんなで、その親父世代のあれがそういうの好きで、だからその影響で乗ってるって人も多いですね。自分は全然違うんですけど。サイドカバーとか普通に盗まれてたんだ。もう下がったら出てきたもんね。これ取るかな。なあ。じゃないけど。いや。さすが。いけんな。輸入物は違うよ。バイクは Z400FX、 16の時から乗ってますね。知り合いから買って、でもいじったっていうほどいじってはないんですけど、まあ、ついこの間エンジン壊れて、で、まあ、そのついでに、まあ、フレームまでバラして、まあ、エンジンはちょっと他で頼んでやってもらったんですけど、それ以外は全部自分でやって、一応整備士なんですけど、仕事は、まあ、自分でいじればやっぱこう愛着も湧くし、やっぱいざ何かあった時も対応できるかなと思って、まあ、なるべく自分でできることはやるようにはしてますね。当時もの森脇一応入ってるんで、細いんですけど出口が太い音がしますね。前まではなんか無名の安い1万円ぐらいで買えるようなマフラーつけて、そっちの方が太かったんですけど、全然森脇の方が太い音して、昭和が好きなんで。あ、やっぱそうなんだ。そうなんですよ。誰の影響を受けたのか分かんないんですけど。
イク乗りたくなったきっかけは湘南爆走部というんですかね。あれはなかなか面白いアニメなんで、今でも忘れた頃によく見てるんですけど、いないですね。逆に何て言うんですかね、その当時そういう格好とかそういうやってた人に逆になんかこう褒められるっていうか、やっぱこう何て言うんですかね、こう今にないからこそこう新鮮味があるっていうか、やっぱそこに憧れるっていうか、やりたいなっていうそういうスタイル。やってることも真似とか、別にからからに活躍したりとか。あ、そういうのは一切真面目に、まあ、そういう悪いことはしてなかなかパンチパーマも俺すごい久々に見たあれもうちの一番知識あるっすね。いつもそうっすね、少しのことでも世話になってますね。本当に最初に買った単車はあのアメザリってやつなんですけど、まあ調子悪くて出た時に FX どうだっていう話が回ってきて、CB7 半フォアの方に乗りたいですね。ここら辺ってやっぱみんな周り Z とかなんで、でもやっぱこう7半に7半という響きが好きなんで、7半に乗りたいなって思った時にこう CB の何かなって言ったら、やっぱこう CB が一番渋いかなと思って、多分あの高校の時からパンチパンマーじゃなかったですけど、普通に iPad とかかけてたんで、やっぱ乗ってるバイクも旧車会みたいな、そういうロケットに3段とかじゃなくて、なんかもう2班でみたいな感じだったんで、逆にこう高校生が乗ってるように思えない。いやでも1人か自分1人で走るか2人とか、みんな集まることはあんまりないっすね。たまに、本当にたまにっすね。なかなかやっぱ仕事とかで予定はなくて。ないっすね。別に声かけられても、たまにだからそれこそ走ってる時に止めといたら見せてくださいとか言われて話しかけられるんですけど、よく別にウェルカムっすね。あんまなんとも思わないっすね。でその人に別になんかこれこうじゃねえ方がいいんじゃねえのみたいな言われたとしても、あそうなんだと思って、まあいろいろ人の意見聞くのも大事だと思ってるんで、まあ、その人はそう思う、自分はじゃあどうするかみたいな。結構そうっすね、いろんな人から話聞けるのは経験だと思ってるんで、あんま別に嫌って思うことないっすね。
アンチとかも別になんかそうっすね、むしろされた方がいいかなみたいな